今回は柏警察署から大堀川を沿って西へ歩いてみましょう。道はよく整備されています。人気があるコースで歩く人やサイクリングをする人がかなりいます。機関という設備が所々にあります。この辺りにうなぎの水切り場があったという説明があります。うなぎ道はここで豊敷の方に分かれますが、今回は大堀川の上流へ歩いてみましょう。大堀川の遊水地に大きな公園ができました。さらに上流へ行くとつくばエクスプレスの線路が見えます。小牧橋から豊敷に入ります。諏訪神社があります。8月22日と23日が大祭日です。8月22日土曜日の夕方には豊敷駅前で大きなパレードがあります。近くに常見寺という神仏集合のお寺があり、共同でお祭りを行います。東武野田線豊敷駅を降りて県道278号線を西へ歩きましょう。流山市に入るとすぐつくばエクスプレスの線路が見えてきます。つくばエクスプレスのガードを越えてしばらく行くと平和台の住宅地帯です。坂を降りると流山本町です。今江戸回廊として売り出しています。この辺りが神楽菓子です。そしてうなぎ道の終わりです。流山本町標高寺を越えて江戸川の土手に登ります。やっからの私があります。対岸は埼玉県三郷市です。流山標高寺を南へ行きましょう。江戸回廊のお店が続きます。帰りは流山電鉄を使いました。